話しかけられてもすげえうざいと思う人なんだけど、あんまり気にしないんだよね。例えばあの人が道中とずっとついてきても多分うざいと思わない気がする。でも知らない山だとやっぱり生き慣れてる地元の人の話楽しいじゃん、聞くの。やっぱ違うじゃん、住んでる地域も違うから楽しくない、そういうところの話聞けんのって。そういった意味ではやっぱコミュ障じゃないのか、その実は。
80キロって怖いぐらい出てるイメージあるんだよ。なんでだろう。あ、なんかこの道錯覚する。この先左からの。そうなんですね。ずっとまっすぐだもん。だからかもしれないね。うん。以前もほら群馬とか行った時ってすげえ80キロまずすげえ出てるって感じあるんだけど、ポンキュー磯金逆です。実はそっちの方が気に入ってんじゃん。俺そっちの方が好き。引くですわね。右足ですの方が好き。右足のあのドソッと言ってあの一言を好き。なんで右足違えた俺。あ、そう。
続道、この先トンネル内にオービスがあります。制限速度は60キロです。カメラは正面です。この先合流車両に注意してください。これ遅かったよね。取りたくない。